はい皆さんお疲れ様ですこまめです今日はですねもう速報なんですけれどもハワイのね火事あの山火事あってるんですけどまああの被害に対してですね日本政府が約2億9000万円の支援をですね発表してます2億9000万まあ、金額的にはですねちょっとそんなに多くもないんですけどもまあこのスピード感というかですねこのそれがすごいなと思いますねでちょっとね記事を見ていきたいと思います でアメリカ・ハワイ州のマウイ島で山火事が発生してから1週間となる中日本政府は総額200万ドル約2億9000万円規模の支援を行うことを決定した林外相が16日明らかにしたもので日本政府が決めたハワイ山火事の被災者への救済支援は総額200万ドル規模これねもうあのー、すごいですよね日本はもう外国に金を配ることに関してはですねもうそっ こうこの決めますよね。こうすごいですよね。こうなんかポン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 とお金を払ってですね。ま金額の問題じゃないと思うんですけれども、ただね本当ね今日本がどんな状況になってるかっていうのがちょっと分かってないんですかね。本当もっかねこう災害といえば今鳥取だったり京都だったりでですねもうとんでもないことになってます。まこの辺ねどあの一切こう何もしないし、こう何を考えているのかなと本当不思議でたまりません。まあ、その災害だけじゃなくてですね今現在あのまた例えば生活 必需品の高騰だったりとか光、まあ、熱費もそうですしもうガソリン価格なんてですね,この何ですかね今結構ツイッターとかでトレンドワードになってるんですけどガソリン価格の高騰みたいなことでトレンドになってます、で多分、ね、もう今週ぐらいには、ね、あのガソリン経由、ね、軽油も200円を超えてくるところがあるという感じです。 これ本当ねもう物流業者もちろんなんですけどもあ,のあれですよ物流業者がもう大変になってくるとやっぱり運賃が上がっちゃうんでその分、さらにまた生活必需品とかも高くなりますしでもちろんね車乗る人にとってはですねガソリン 200, なんていうの200円なんていうのはまあ正直ですねもうかなり厳しいというところになってますまあこういった時にですねあの外国に金ばらまくんじゃなくてですねあの暫定税率とかあのガソリンの二重課税になったらあの暫定税率ですね。 あれを廃止するとかもうああいうことをやってもらいたいなと思いますよねちょっとね記事の続きを見ていきたいと思います被災地で活動を行うアメリカ赤十字 に対し無償資金協力予算から150万ドル約2億2200万円の資金を供出し被災地の安全な避難場所食料被災者への精神的なサポートの提供を行うまた現地のニーズを踏まえた被災者支援を行うため NPO 法人ジャパンプラットフォームを通じ50万ドル約7000万円を支援する林外相は被災者の救済と 被災地の一日も早い復興を向けて積極的に支援を行っていくと強調した、これね、あのまずやるべきはですね、あのハワイ州政府がやるべき話なんです、まだ1週間ですし、まだこの全然ね、あの現在進行形の災害なんです、ハワイの支援というのは。にもかかわらずですね、そのなぜかですねこのとりあえずお金を払っちゃえっていう、この 金がね。余っててしょうがないんですかね。この不思議で余らないですよね。それにあの先月ですね。あの私、住んでる福岡でですね。ま久留米であの甚大な水害がありました。本当ね。大変な水害だったんですけども、7月27日にですね。岸田首相はですね。あの久留米市に。 その水害の視察に来てるんですけども、まあ、ちょうどねその27日7月27日ってあの福岡県の甲子園の決勝ののですね、うん、あのがまあ久留米であってたんで、まあ、大渋滞だったんでもうほんと迷惑だったんで,ですねよく覚えてるんですけども、まあ、視察に来てます、その時ですね岸田首相、住民に対して激甚災害の指定についてやスピード感を持って対応する大変なご苦労をされ ししてておおられると察しており国としても支援をさせていただくと言ってるんですけどもあの久留米の、ね、災害からもうすでに1ヶ月以上が経ってますにもかかわらず激甚災害にまだ指定もされてませんし、まあ、当然ね、ねだからお金も払われてないということなんですよにもかかわらず、ですねこのなぜか外国のハワイしかもまだ全然話が片付いてないようなところにです、ねまあ、お金をポンポン、ポンポン配ろうとして,るってう、まあ、このねあう、のー。 感覚っていうのがですねまあ、この前のあのフランスのですねあのわけのわからない旅行にお金を出したっていうのもそうなんですけどもこのお金の感覚っていうのがですねちょっとよくわからないなと思いますご視聴ありがとうございました